プロ野球巨人、阪神、14日東京ドーム、阪神の今季108戦目となる巨人戦のスタメンが発表された。阪神は54勝48敗5分けの貯金6で3位。首位、広島と3ゲーム差、2位、巨人と2ゲーム差となり、自力優勝の可能性が1日で復活した。13日、巨人戦はプロ初の4番、森下の自己最多11号ツーランで先制。 4回には木浪の3点、敵地2塁打で5一とするが先発。佐伯が5回にモンテス、吉川、坂本に敵地打をアビコンキワースト5失点で降板。7回1、死満塁からスタメン3番、渡辺が走者一走、敵地2塁打を左中間に飛ばし、8対5と勝ち越す。石井、ゲラ・キリ式岩崎は無失点リレーで石井が4勝目、岩崎が18セーブ目をマーク。 チーム得点圏打率273はリーグトップ今季の巨人戦は10勝9敗1分けの対、東京ドームでは4勝7敗阪神1近本センター2中野セカンド3森下ライト4佐藤木サード5大山ファースト6前川レフト7木並ショ翔ト。8梅野キャッチャー9及川ピッチャー及川正樹 23、今季8度目の登板で先発は5度目、ここまで1勝2敗、防御率1.93。前回の8月7日、ヤクルト戦、神宮は先発し4回3分の0を6安打4失点、自責2、でコウコールドでの関東負け。今季の巨人戦は3度目1勝1敗防御率 2.